第1回フェニックスの部屋でポップコーンやってみよう。よいしょ、よいしょ、イエーイ、ようやく、ようやくだ。やるか、嬉しい。よっしゃ、中華鍋用意しようぜ。中華鍋だな、大量の油とやってやろうぜ、マジで。怖すぎるって。やろうぜ。すごいことになるぞ、ここ。あ、じゃあ、本当は、フェニックスの部屋のフィギュア、何を隠されたか当てましょう。よいしょ。はい、リベンジだ。はい、これ前回、3年前に僕とフェニックスでやったんですけども、はい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 、おうち時間のね、はい、あの時期俺いなかった時ね、そうですね、うん、の時にこの部屋にあるフィギュア、うん、まあまあめちゃくちゃあるわけですけど、まあどれもねフェニーのお気に入りではありますよね。お気に入りです、はい、はい、全部なんで、これ一個、あ、てか隠されたやつだったら、うん、もうすぐわかんじゃないかと。まあそうだよね。ちゃんと愛あるんだったら、うん、だってね、あれがないってすぐになるから。そんな無造作に愛なく置かないもんね。そう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 。大体ある程度は並べてあるからね、うん、ちゃんと。で逆に言えば気づかなかったら愛ないんじゃないかと。愛ないですよね。うん、だからだっけってなってほしくないもんね。そう、もうだからその愛なかったやつはもう廃棄です。廃棄です。前綾波を奪われた。綾波を奪った。あ、そっか。前は奪ったんです。俺は。こいつな、ね、特にいるね。あやなみね。まあまあ、でもいるんですけど、あいつを奪ったんですよ、俺。で、気づいてなかったんだ、やっぱ。あやなみになんか気づけなかった。はい。だから今回はもう本当に、だから、やっぱ増えすぎてますから、フェニックスさんの。あの時よりも、こっちもね。だちょっと整理も兼ねて、だからもう今日、3つ、隠しましょう。3つ。で、はい。で、気づかなかったやつ、プレゼントです、視聴者に。もう本当にそう、もう。ファンの方へ。ファンの方で、僕は責任持って届けます。バイクで送ります。責任持って届けます。はい、配送します。すごいね。はい。タロからの配送サービス。タロ配送サービス付きなんで、はい。3つです。もうだから、ちょっとまあ、前回1個しか隠してなかったんで、うん、ちょっとまあ。3つね。いや、そう、だありすぎですから、ちょっと整理した方がいいと。いや、まあ、さすがにな。うん。全部さん、ちゃんと愛持っておいてんだったら別に。そう、だったら、あ、そう、あ、すいませんでしたってなるけど。それはね、申し訳ない。そうそう。置いてくれって。俺のなんだからいいだろ。いやー。人に置かないでほしいもんね。な、置かないでほしい。ほんと良くないよ。圧迫するばっかだもん。適当ではないとは思うよ。まあ、そうだな。愛はあるもんな。そう。だってな。絶対に。だから今回は俺が。あ、じゃあ、今日、高井さんで。俺がフィギュアどれか3つ。はい。選んで、3つにしましょう。それが何かを当ててもらう。当ててもらう。はい。じゃあちょっと精査タイム入るから、ちょっとフェニックスには出ててもらう。はい。じゃあいいよ。インプットタイムはいいよ。一瞬だけね。いや、あるよな。はいはいはい。インプットタイムね。いや、羽のもがれたブルーアイズもいますね。なんで潜るんだよ、お前。羽がでかすぎて、ちょっと今ね。お前、トカゲじゃん、もう。もう、マジでかいんだよ。エイリアンにも見えてきた。うん、エイリアンにも見えてきた。はい、5、4、3、2、1、終了。はい、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 もう終わり。うちの部屋にいてください。拷問です。拷問です。うちの部屋行ってください。じゃあちょっと待ってて。じゃあまた隠し終わったらまた連絡しますんで。はい。じゃあちょっと。はい。ちゅうことで、はい。3つ隠していただくわけですけど。隠していきましょうか。いや、どうしようか。これ、ここだけ？まあ一応範囲はまあ、まあこの部屋ですから。こっちはあり。あとフィギュア。フィギュアだったら別に。基本フィギュアにしましょうか。フィギュア。ちょっと、うん、フィギュアにしましょうかね。ちょっとさすがに箱物もありますけど。漫画一冊とか。ああ、やめましょう。それは意地悪すぎるんで。フィギュアね。はい。まあでもこの、やっぱ 3個隠すってなると、やっぱ難易度ちょっと上げてきたよね。噛んだところから。ちょっとデコイ的なものも欲しいもんね。やっぱ、ちょっと大物も見たいですね。大物な。大物をこれ、これなんだっけってなりたい。いや、だったらえぐいよ。だって、激アツよ。視聴者の人たち。もう。そうだね。結構ありますから。いや、まあね、こことか、まああと、ね、下の、高井さん、この、ここもね、ちょっと意外と。ここ意外とわかんないんじゃない？ここにとっても。すげえ、高井はそれ見てるとさ、本当に、お宝発見したみたいな。よくこの状態で持ってたの。すごいよ。そう、顔も光ってるからさ、今。うわーみたいな。すごいね。結構あるな、ここ。結構だ、意外と手前の方とかだから。
いや、そう、結構ね、こまごましてるやつあるんですよね。この、下とかさ。これはわかるか、この粒。うわー、わかるんだから、わかるかな。わかるかもな。これ中盤とかね。中盤のね。中盤どうですか？トガちゃん。竜巻とか俺普通に欲しいな。あ、だから高い欲しいやつもいいですよ。本当？もう高井さんもまあ視聴者みたいなもんじゃないですかって。そうプレイヤー兼だって見てますもんね。あ、チャンネル。とても見てる。じゃあ一個一個いいですね。いいですね。あ、そうですね。やっぱそれも大事ですよ。やっぱちょっと欲望。これあの見つけられなかったらラッキーくらいの。あ、そう。ちょっとこれはね難易度。これはもう高井がもらったらいいよ、これは。うわ、これちょっと奥の方取りづらい。あ、うまいこと。そうね、そこ気をつけて。あ、でも、いけんちゃう？いけるんちゃう？あ、あいつか。これじゃなくて、僕の、セナリツの竜巻を取りたいんだけど。ちょっと、あ、竜巻や。あそこに。これ取りたいんだけど、この。あれだ、あー、これ、こいつだ。あの、緑のね。そんな乗せ方してんだあいつ。ブラックマリアットしないし。ブラックマリア。たわわすぎるな。うわーこれ戻すのめんどくさそうだけど。まあでもいいよいいよいいよ、それいいよ、めっちゃ。あのこれあと何がなくなったか、うん、あの言わなきゃダメですから。ここにいたんだけどこれ誰だっけなっていうの。ここにいたやつっていうことはなダメですからね。いいね、うまいうまい、上手上手。あ、これマジわかんないかも、意外と。あ、意外とわかんない。すいませんね、これ位置覚えてるから大丈夫かな。大丈夫、位置忘れた。あ、いいねいいねいいね。これをじゃあ、朝一体これ、あ、いいんじゃないですか。竜巻結構いいと思いますよ。あの、攻め方いいと思います。絶妙なバランスで、やばい、ね、確かに難しいんだな。で、いたな、いたね。行くんだけど、これ難しいね。うん、あ、ちょっとすごい積んだかも。これどこに？うわー、どこだったっけ？やべえ、どこだっけこれ？おっ、立ってる気もするしな。あー、まあでもいい。あれ。あ、でもそう、あ、いたいたいた、そう、そこいたわ、いたいた。え、どこだっけこれ。乗ってた乗ってた乗ってた、あれ、ま、マリアに乗ってた。マリアここに乗ってたんか。乗って乗ってた。で、白石、あ、で、白石いて、白石ここに行って、で、月島そこそこでしょ。こんな感じか。うん、じゃあ、うまい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 、いいぞいいぞ。これはいいんじゃない、結構。よしよし、じゃあこれ、あの、はい、ベッドに隠す。いいと思います。あれ結構いいんじゃない？なんかうまいと思う。まあこの辺から。もう行きたいですね。ちょっと行きましょう。これとかわかるかな。ああこっちね。こっち。こっちね。わ、ちょっとありかもしれない。ありかもしれない。グデタマの一個。ポーズ、それだ。確かに。大工さんが高い。ちょっと難易度高すぎるかもしれない。これダメですか？しかし、あの、まあ、これとか。そう、意外とこれさ、覚えてそうな気すんだよ。なんか、うん。なんか、これありだと思う。うん、ありだと思う。純粋で。これありだと思いますね。これはいいと思います。はい、これ、ありがとうございます。はい。とか、あとラスイッチですかね。ラスイッチ。あ、確かにちょっとありですね。ありですね。
これ、誰ですか？炙ってる？炙ってるか。わかるかな、これ。確かに。うわぁ、ちょっとありだなぁ。ここにね。うわ、ちょっとありだなぁ。これとかいいですね。あいつ。やばい。外すぎ？外すぎ？いや、結構。俺、ありな気すんだけど、結構。この奥のやつね。そう。あたし取ろうか、これ。これ私。怖い。あ、お、俺行こうか。これ。確か、逆にね、もうありで気はする。見てほら、なんか埃のクモの巣みたいなかかってる。だいぶここ触ってない。確かに。ここはねちょっとね、もう頭から忘れてる。ありかもしんない。ありかもしんない。お互い結構これ国会攻めてますよ。すごい。いいですね。そう、角度はもうそれパチッと、あ、いいかも、あといいかもしんない、いいかもしんない。じゃあこれで、はい、これでよし。じゃあもう揃いましたね。はい、じゃあ隠し切ったら呼びますんで。はい、さあ OK です。隠せました。 OK です。じゃあ呼びます。フェリー、はい、あ、かけ、終わった。終わったけど。言い方気になるの？早く。うん、終わったから。よし。よし。3体。3体にしました。結構かかったね。ちょっと、まあ、いろいろ。探す、考える時間とかもね。吟味しました。ちょっといろいろ。かかってました。タオのいいね、みたいな。ああ、もう盛り上げるのは知ってきましたね、どんどんね。で、まあ、ちょっと一応制限時間、やっぱこれ、永遠だとさすがにちょっとね。まあそうだね。俺ら待ってらんないじゃないですか、さすがに。見つかるまでってわけにいかないから。じゃあ。え、どう？ 10 分で見つかる？ 10にする。10。どう？短い？長い？これ。どっち？ 10 ぐらいじゃん。10、まあ10でいいよね。10にしようか。10にしましょうか。マジ？よし。じゃあ、10分今からじゃあ。探して、見つけられなかったやつはもう視聴者プレゼントですよ。マジやな。え？はい。なので、じゃあそろそろ行きますね。まあ、よ。ちょっともう見ないで。まだだよ。まだ始まってないからな。よし、よーい、スタート。はい。はい、スタート。まず、やっぱ主人公だね。まあね。はい。ここぴったしあるじゃん。はいはい。あ、まあ、ここね、あれ、これね、その、周年のって言ってましたね。うん、上からこれ取られたら嫌だよな。確かにな。あんだな。一番やばいよな。高い順で見てるわけじゃないけど。まあ。ただ二の一番にいたから今。いや、マジ高いのかな今は。価値がね。まあね。今なかなか手に入んないっていう。ロスれないやつだ。絶対にロスれないやつ。さあ、どうだ？3つだから。え、マジ3つも行ってる？ 3 つ。結構行きましたね。マジで？ 3 つ行かしてもらいました。攻めましたよ、これは。マジ？これ結構ね。どうなんだろうね。いや。いいんじゃない？あ、はい、はい、はい。1個。はい。OK です。あ、で、これ、一応名前言ってください。はい。魔人ブー。おお！ここにやった。魔人ブー。魔人ブー。さあ、どうだ？小さいやつ。純悪。正解です。素晴らしい。これはあなたのものです。じゃあ、あ、帰ってきました。返します。地味にね、なんか好きなんで。ただ愛があるのか分かりました。なかなか細かいところもちゃんと。今のは素晴らしい。こんな小さいの行くか。今技ありだったね。今のね、技ありでしたね。さすがですね。素晴らしい。さすがです。だからつまり名前も言ってくれるってことは二人も知らないやつは大丈夫なんだよ。あ、まあまあ、すなわちそうなりますね。だってね、いるもん。うん、あ、いいっすね、いいっすね。でもまだ1分半です。まあ、じゃあ早いね、見つけるの。はい、はい。え、はい。竜巻。あそこにあった。竜巻。さあ、正解は。OK。
ケー。オッケーと。うわー正解欲しかったのに、これ俺が。これはもう難易度とかじゃなくて、俺が欲しかった。そう。なるほどね。これは、見つからなかったら、高いプレゼントっていう手だし。これはもう。多分見つかるだろうなと思ったけど。まあ、攻めたんでね。ちょっと欲しすぎて、これが。はい。まあでも、正解です。素晴らしい。ケースも攻めた。今、いいです。素晴らしいですよ、今。ほとんど、これを取り出すのに時間かかってます。あ、はいはい。結構、あれ、はい。奥の方にいたんで。最奥じゃないか。かなりカロリー使いました、ここで。トガちゃんいるでしょ。この複数いるやつさ、ちょっと怖いなと思って。この子たちですね。トガちゃんは、こういう。つゆちゃん、オッケーでしょ。確かに。まあ一応、範囲としては全体で、ベッド以外。あ、まあそうですね。はい。ベッドに隠してます。ベッドに隠してます。ちょびっとそっちもあるからね。はい。ベッドは隠してます。あ、はいはいはい。ここですかね。ここにもね、え？はい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 。確かに向こうにも、うん。え、あんた角なんかあったっけ？ちょっと空いてますね、確かに。スペースが。空いてありますね。ラス1？一応そうっすよ、もうラス1個。いや、順調だな、ね、ちょっと。まだ全然3分なんで。うわー、ちょっとやばいな。ちょっとやっぱさすがに見つかる。イージーすぎたか？え、お手つきありだもんね。お手つきはまあありです。え？悟空の後ろあいつだっけ？どこですか？どれですか？悟空の。今、あそこにある、この悟空の後ろ。はいはい。あいつだっけ？空いてますね。行ってみる？一応。マリ。あ、悟空の後ろにあった、マリ。さあ、正解は。あ、超か。ちげべーちげべーだからフェリックさん、お手つきはありですけど、はいはい、その代わりこれ見ていただけますか？すげえお手つきありですよ、全然。お手つきはしていいです。お手つき何回でも大丈夫です。はい、毎回これが出てくる。見てはいただけます。判定高井さんなんで。これはちょっとね。ムカつくわ。お手つきはできますからね。何回でもしてもらっていいですよ。何回でもいいですよ。もう一個も高い星系なのかな。いやだから、いや、攻めてっていいと思いますよ。攻めていい？いや、だからまあまあ、そうね。あれが見たくない。見たくなければね。お手つきしてもいいんだったら大丈夫です。やだよ。大丈夫。あ、確かにね、ここもね。はい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 。え、だけだよな。ここもかなりありますからね。いや、そう。ここもね、もうパンパンになっちゃって。下まで多分全部入ってるもんね、うん、これは。うん、ちょっとね、オーグレーモンが場所取りすぎなんだよ。でかいな。彼です。でかい。オーグレーモンめっちゃでかい。でかいな、マジで。めっちゃでかいです。えぐい。さあ、5分経過。お、折り返しですね。ちょっと折り返しですよ。マジで。今。さあ、折り返し。2体は見つかったけども。ですね。確かに下ね。まあまあ。ポンポンってこっちだから。なるほど。こっちねえから。確かにちょっと鋭いかもしれませんね。いいですよ。こういうのも。まあね。ここら辺もありますけども。そうですね。ありますからね。フィギュアだよね。あ、一応今回フィギュアにはしてます。一応。そうですね。ここら辺にこれまあまあ。これもいいけどね。これもいいですよ。僕はすぐ取りますけどね。この辺結構熱いですよね。僕はすぐ取りますけど。まあ、意外なんだよね、ここもね。実は。あるけど、あんま置けないもんね。まあ、この辺もあるもんね、ちょっと。ここやばいかな。このデカブスも大丈夫ですか、この。これ無理だろ。お前。これ今日大したもんだ。大したもんだ。大丈夫ですか、これ。はい。あっちでもやりますね、いっぱい。で、まあ、0時と30秒。はい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 。あるいるでしょう。はい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 。は？いますね。は？マジ？え？まあ、こっちにもまだね。え、マジで？さあ、6分半。え？まあ、まだ時間は一応あるはあるんで、はい。序盤のペースでいけば。ってなんだよ。確かにね。いや、まあ、上もね、そうですね、いっぱいありますけど。本当はね、ゆうすけも行きたかったんだけど。あ、こっちにいるでしょ、このユースケね。うん。ユースケ置けないんだよね、これ。あ、もう。あ、あ、なんか落ちたぞ。足の、なんか。ユースケの足が。土台か。土台が落ちた。土台なくても立つんだけど、こうしか置けないんだよ。いや、ちょっと待って。それ嫌
だよ。ちょっと殺傷してるユウスケ。俺もこうなっちゃう。背中ぶつけ。ちょっと指が変な感じで見えちゃうわ。今ちょっと。血がね、危ないんだよ。ちょっと指変な感じで見えちゃうから、やめてくれ。指変な感じ。殺傷してるのよ。だからこっち置いてんだけど。やめて、ちょっと。いいですか、そんな時間使っちゃって。あれ、使ってますね、結構。いや、余裕持ってた。言いたすぎたんだ。言いたすぎた。さあ、7分経過。あ、3分。マジで？あと3分。答えてった方がいいんじゃないか。悟空いるだろ？確かに。まあ、そう、そうね、答えてた方がいいかもしれない。答えてた方がいいんじゃない。それも面白い。いや、だって、だから、もしかしたら、合ってる可能性あるから。合ってるかもしれないよ、もしかして。合ってる？その、ねえ、もしかしてこれかもっていうのが。そうそうそう。言わないのがもったいないから。いや、そう、それもね、思いついてないんだよね。え、あそこ？あそこにある、ちょっと隙間ありますね。うん。なるほど、あそこがどうしても気になってる。マリだけで、アスカないよな、俺。持ってない。確かに記憶がね、もしかしたらちょっと、消えてるかもしれない。こんだけあったら、まあ、むずいよな。え、それ、埃かぶってた？いや、これちょっとヒントになっちゃうかな。だって。何も言えないよ。うん。マジ？そうね、そこもね、ちょっとヒントになっちゃうから。掃除サボってるからな。あ、そうなんですね。結構、こまめにやってるイメージありますけど。まあ、やってはいるんだけど、ちょっとね、ほら、こういうとこ。まあね。鳥のね、あととか。まあね、それはそれはまあ。さあ、残り1分半。お、やばい、結構。結構よ、結構よ、1分半は。ラストスパートかけておかないと。え、1分半もなかなかだね。結構今8分半経過したんで。ここか。やばいやばいやばい。やばい、大丈夫か。いや、もう一体ぐらい行っても。いや、竜巻だけだよな、あそこ。さっきね、取り出したらあそこの竜巻でしたけど。だけだよな。さあ、どうなのか。答えとかいけないか。いや、吹雪いる。残り1分。やばい、1分。やばい、やべ。やばい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 。ちょっと待って、思いついてもない。思いついてもない。思いつきもしない。ブルーマー。じゃあもう残り1分大ヒント、ここではない。あ、大ヒント、あ、大ヒント。ここではないです。大ヒント。ここではないです。さあ、チャンス。それ以上言えません。だここではない。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 そうですね。ここではない。いや、このエリアではない。ここじゃない。このエリアではない。この盾ではない。さあ、30秒。やばい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 ぞ。やばいぞ。やばいぞ。やばいぞ。30秒だぞ。あそこじゃないの？やばい。やってみればいいじゃん、ここで。アスカ、アスカ、アスカ。違った。違った。マジで？やばいやばい。マジ？ルナ。さあ、マリアホフェリックスオーバーやったやばいやばい !8!7!6! 神に頼みたい神には頼みたい !3!2!1! うわ終了残念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 でーすはい。結局、もうタイムアップですね。タイムアップです。じゃあまあ。タイムアップです。はい。残念ながら、ウィンクスが見つけたフィギュアは、2体いやー、1体 !1、これ見つけらんないの？場所だけじゃあ。あ、マジ？もらっていい？場所は、ここです。はい。だから、あなた、読みは合ってましたよ。すごく良かったです。はい。ここ？さあ。じゃあ上だよね。なるほどね。上ありますけど。え？あやなみいるじゃん。確かに、綾波かぶせもありましたね。確かにね。ありえますよね。さあ。そこ？え、どれですか？え、爆豪の奥？あ、爆豪の奥に何がありました？名前を言ってほしいです。全然わかんない。ま、でも、爆豪の奥にあったやつ。お、本当？で、あ、で、で、いいですか？さあ、高井さん。正解は？爆豪の奥？爆豪の奥？うん。にあった？あった。何ですか？わかんない。まあなんか、当てつぼでも言ってみたら。ちょっと見ていい？はい。大丈夫か？大丈夫？ちょっと待って。いや、ちょっと怖いとこ乗ったのよ、お前。大丈夫か？うん、怖いとこあった。最後。じゃあまあ、これラストアウト、アンサー、もう本当だったらもう、大サービス。もう、そうしよう。最後、ワンチャンスだけ与えます。え？綾波？さあ、社会さん、正解。正解は？正解は？
シェンロンでした。シェンロンだ。シェンロンでした。助けてやねー。シェンロンだ。シェンロンでしたちょっと勝手に外してたかもな。引きやっこれがね。なるほどね。あの、もう奥にね。いた。ここの奥にいましたね。春の隣にいたんですよ。うわ、これだって貯金箱だもん。これ、いやでも、これはフィギュアでしょ。これはフィギュアでしょ。これはフィギュアでしょ。貯金箱だよ。これはフィギュアだよ。シェンロンの頭。頭ですから。マジで。これ気づけなかったってことですね、これね。これ見つけてほしかったな。これもう見つけてほしかったね。いや、だから、あの、高井が好きっていうのは、うん。当たってたんだね。ちょっと。あ、でもちょっとそうですね。まあ、そういう意味じゃ。うん。線路はね。ありましたね。普通にもらったら嬉しいもん。いいんじゃねえかっていう。うん。だこれはもう、だ高井さんプレゼントですかね。そしたらね。もう、そしたら。マジかよ。リスクしかねえ。いや、ほんと、3つあったらね、そう、視聴者の人にいっぱいね、あげれたけど、ちょっと。でもこれ、蓋ないから、これ入れたらそのまま出てくる。そう。蓋なかった。じゃあ、貯金箱でもねえんだもん。でもねえんだ。あ、いいじゃないですか。シェンロンだ。シェンロンでしたね。じゃあこれ、じゃあこれガチでプレゼントです。じゃあ高井さん。言ってー。最悪だわ。イェーイ。マジ腹立つな。おい。イェーイ。イェーイ。さあ。レアな気がする。これ多分レアだな、これな。レアだな。ちょっと古いから。なあ、見ないもんな、これ。いつかの一番くじ。うわ、いいですね。はい。いつかの。じゃあ、これはもう、まあ、高井さん、お見事だったんで、ちょっとこれは、まあ、はい。高井さんに。しかねえよ。はい。いやー、でも当てたのすごいよ、ブーと。いやー、よかったよかった。素晴らしかった。竜巻当てたね。うん。オッケー。まあまあ、竜巻はね、竜巻はまあ、一人しかいないから。いやー、よかったです。じゃあ、すいません。じゃあ、ほんと、今回ちょっとね、三つ本当は用意したかったんですけどね、ちょっと、一個だけだったんで、高井さんのやつに。DB2 つ行くかな。だ次回は、はい。次回は、5個隠して。なんとか皆さんの元にも届けたいと思います。新春やりましょうか。1月にね。確かに、ちょうど記憶が薄れる時ぐらいにもう一回、やりましょう。増えてそうだな、1年も。はい。やりましょう。じゃあまた1年後。また来年、はい。このくらいの時期に会いましょう。会いましょう。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。俺の。ムカつくわ、こいつ。